皆さんこんにちは。情報通信研究機構宇宙天気ニュースキャスターの水間智美です。11月25日から12月1日までの週刊宇宙天気ニュースをお送りします。太陽活動は静穏な状態が続いていましたが、12月1日にやや活発になりました。太陽風地磁気は11月28日にやや活発となりましたが、その他の日は静穏でした。電離圏はおおむね静穏な状態でした。それでは詳細情報です。まず太陽活動です。太陽活動は静穏な状態が続いていましたが、12月1日になり活動領域1130で小規模なフレアが発生するなど、やや活発な状態となっています。現在太陽面にある唯一の活動領域1130はゆっくりと成長しており、今後の推移に注目する必要があります。太陽活動は今後はやや活発となるでしょう。次に太陽風地磁気です。地磁気活動は11月28日にやや活発となりましたが、その他の日は静穏な状態でした。28日に強い南向き磁場を伴った高速太陽風が到来しました。この高速太陽風は24日に太陽面の子午線を通過した南半球のコロナホールから吹き出していると考えられ、この高速太陽風の影響で28日に地磁気活動がやや活発となりました。その後太陽風速度はゆっくり下降しているため、地磁気活動は静穏な状態が続いています。現在太陽面には目立ったコロナホールもなく、地球に到来しそうな CME も発生していないため、太陽風地磁気ともに今後は静穏な状態が続くでしょう。最後に電離圏です。高度 100km 付近に突発的に現れる電子密度の高い層スポラディック E 層は観測されていません。電子密度が最も高い領域 F 領域の電子密度は沖縄で26日昼過ぎからやや高め、その後27日から12月1日まではやや低めとなりました。これ以外の地域ではおおむね静穏でした。日本上空の全電子数は低緯度の地域で26日と29日の昼過ぎから夕方にかけてやや高めとなりましたが、その他の日はおおむね静穏な状態でした。今後は太陽風地磁気ともに静穏な状態が予想されるため、電離圏も静穏な状態が続くでしょう。続いて今週の豆知識のコーナーです。夜空に投影される宇宙嵐、オーロラ。オーロラは北極や南極で見られる超高層大気の発光現象です。オーロラは電子が磁力線に沿って北極や南極の上空に降り込んで、大気中の酸素原子や窒素分子などに衝突して発光する現象です。宇宙嵐の時には特に激しいオーロラを見ることができます。酸素からは緑色や赤色の光、窒素からは青色の光などが出されます。この極域の発光現象をオーロラと名付けたのはガリレオ・ガリレイだと言われています。宇宙環境が大きく乱れた時は、北極や南極だけでなく日本のような緯度の低い場所でもオーロラが見られることがあります。低緯度でオーロラが発生すると、日本からは北の空が山火事のように真っ赤に見えます。以上、週刊宇宙天気ニュースでした。次回の配信は12月10日の予定です。